ハニューユズルの驚異的な被写体力と対応力に中国のファンも驚感。2022年8月11日、中国版ツイッター、ビヒロシ、ウェイボーで、競技生活から引退したフィギュアスケーターハニューユズルさんの対応力と、被写体力が紹介され、注目を集めた。ハブさんの情報を紹介するビヒロシアカウントが11日、スポーツ報知の広木めぐみ記者が同日にツイッターに書き込んだツイートを紹介。 書き込みにはインタビューを終えた後、予定していた1分間の写真撮影時間が30秒に短縮してしまったことを知ったハブさんが、椅子の横に用意してあったセットに、瞬間移動してさっと複数のポーズをとってくれ、30秒で撮影したとは思えない素晴らしいポートレートが出来上がったというエピソードが紹介されていたと伝えた。ハブさんの対応力と、死者体力について、中国のネットユーザーは、 30秒でこんな映り方ができる人って他にいるか最高の表現力を持つハブ選手と素晴らしいカメラマンのコラボによって生じた凄まじい写真が朝の早からキュンチさせられた写真のポーズからも成功者ぶりが滲み出ている実際にポーズを取るのに費やせたのはほんの10秒くらいだろうすごいよといった感想を残している羽生ゆさんは フィギュアスケート界でその卓越した技術と芸術性で広く知られていますが、彼のプロフェッショナリズムと気遣いの心についての話題も広まっています。ハブさんがインタビューを終えた後、予定されていた1分間の写真撮影時間が30秒に短縮されてしまったという状況にもかかわらず、彼は驚くべき反応と対応力を示しました。ハブさんは、椅子の横に用意されたセットに瞬間移動して、 迅速に複数のポーズをとってくれました。その結果、わずか30秒の撮影時間でやりながら、素晴らしいポートレートが完成しました。ハブさんの表現力と被写体としての力強さが融合し、見事な作品が生まれたのです。中国のファンは、ハブさんの驚異的な能力に感嘆し、賞賛のコメントを残しています。彼らは、30秒でこんな写り方ができる人って、他にいるか 最高の表現力を持つハブ選手と素晴らしいカメラマンのコラボによって生じた凄まじい写真が朝の早から禁止させられた写真のポーズからも成功者ぶりがにじみ出ている実際にポーズを取るのに費やせたのはほんの10秒くらいだろうすごいよといった感想を述べていますハブさんの対応力と被写体力は彼が競技生活で培った集中力と柔軟性の賜物と言えるでしょう フィギュアスケートは瞬間的な美しさと優雅さを表現するスポーツですが、その美しいポーズや動きをカメラに捉えるためには、被写体である選手自身も相応の力を持っている必要があります。ハブさんは競技生活を通じて、常に自己を高める努力をし、プロフェッショナルとしての意識を持ってきました。その結果、彼は瞬時に最高のポーズを取ることができ、 写真というメディアを通じて自身の魅力を最大限に引き出すことができるのです。また、ハブさんの気遣いの心にも多くの人々が感銘を受けています。予定されていた撮影時間が短縮された状況でも、彼はスタッフやカメラマンの労働時間を配慮し、最善の結果を出すために全力を尽くしました。その姿勢は、彼が興味だけでなく、人間としても優れた存在であることを示しています。 羽生結弦さんの魅力は、単に彼の優れた技術や美しい演技にあるだけではありません。彼の人間性や対応力、被写体としての力強さも彼を特別な存在にしています。これからも羽生さんの活躍やその魅力に注目が集まり続けることでしょう。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。